実はですね、はい、この番組のスタッフやっていただいてる石ちゃんに、第一子が石ちゃんを石ちゃんあれ女の子やね男の子はい奥さん綺麗でなもんでそう可愛い石ちゃんの奥さんがすごいベッピンさんいやおかげさまでそうはいそうね、はい、いつ生まれた10月2日ですねはぁから1週間経ってないですけどおめでとうございますおめでとうございます、はい、で以前ね名前を考えていただいたんでその結果発表も兼ねてうん、はい、どうなの、はい、決めたのピース決めましたピース来たでも西野さんに、はい、カイトって名前を、うんうんうん、つけていただいて、はい、梶原さんは、ピースか、うんが、保つやちょっともっちゃりしてるけどで、その中で一番ピースはないなって話、うん、なんかシャイとかいいなってなってキラキラしてました結局でも、はい、嫁に話したんですよ、うん、まあ、カイトと、はい、すごいね、カイトってどういう俺、海に渡るってあーあ、めっちゃいいやんめっちゃいいですねで、まあ、カイトいい響きもまあ別にいいかなって、うん、で、嫁に話してで、ピースも話したんですよ、うん、で、ピースに関しては実は、うん、お腹にいる赤ちゃんの時って、うん、なんか酔ったりしません名前つけて名前つけてないけど、うん、なんか緊張みたいなあその時にたまたまピーちゃんとかピースケピースケとか呼んでたの、はい、たまたま2人で、はい、いやだからありかなってダメってマジっすかいやちょっとピースほら来たね気づいたらどんな字やっけその時は火燃える日に子供持って帰ってピースめっちゃダサいひどいいやまあでも何でも地は手地でなってもいけますから偶然をすごい感じて、はい、いやなしじゃないかなと思ってなるほど決めた名前を裏に書いてあるあ書いてんすかもうあもう書きましたはいで決めた結果ははいそうっす全然じゃない何が今ずっとやれるないいな、これもう一ちゃん面白いってなるやつやいいじゃん